はい、どうもひこもんです。今回紹介するトミカはこちらになります。セブンイレブンです。トラックがついてきます。これを買えばお店の配送ができます。パッと広げてパッとしまえる、こうコンパクトにしまえるんですよね。で、展開するとこんな感じになります。セット内容はこんな感じです。セブンイレブンとトラックです。トラックはイスズエルフです。この看板がリアリティあっていいですね。では開けてみます。こんな感じにコンパクトに入っています。とりあえずトラックから見てみます。シールですね。一瞬ここだけ単本印刷かと思ったんですけど、ここ全体がシールです。反対側も同じくシールです。後部ドアは開閉です。何か物を詰め込みます。では続いてセブンイレブン本体を見てみます。パカリンチョ、おー面白いですね。素晴らしい。後からね、付け加えるものがないです。そんでもってこれはこうなってますけど、ここを上げてガチャンとすればセブンイレブンの出来上がり。シール貼り付け済みなのが楽です。これ全部貼らなくてよかった。というわけでこちらがセブンイレブンです。ほぼ本物ですね。このレンガ調も本物です。ここにもいろいろ書かれております。取扱銀行かな。シール結構きれいに貼られてます。こことか大変だよ。まあずれてますけど、自分で貼ろうと思うとね、このずれが許せないんですよね。もう最初から貼った後ね、仕方ないって感じです。あなたの暮らしに近くて便利。更新メド結構いろんなもん貼ってありますね。情報量が多い。裏はこんな感じです。まあ裏はそんな見ないんでね、こんな感じで十分でしょう。こっちにも窓があります。この辺はね、 ATM とか置いてありますね。あとアイスコーヒーなんかもあります。あ、 ATM 置いてありますね。やっぱりよく見たら奥にもいろいろありますね。ドリンクが置いてあります。明かりもあります。本当情報量が多いです。で、この看板もいいですね。リアルです。セブン&ホールディングス。裏はないです。植え込みがあるのが細かい。駐車場もあります。車輪止めもちゃんとあります。で、ここにね、注意書きがあります。お客様へのお願い、お静かに願います。エンジンストップにご協力願います。ありますあります。お客様駐車場。このシールが貼られた部分ね、ちょっと立体になってます。そのサイズもキツキツです。これ全部手で貼るんですかね。大変そうです。おーっと、よく見たらここにはね、マットがあります。この地面もレンガ調になったかな、なってたような気がします。こう畳んだ時にね、分かりやすいようにセブンイレブンと書かれております。こう見たくね、こうやって置くんでしょうね。まあ、どこまでそれが浸透するかっていう感じです。本音を言えば昔の方が良かったですよね、セブンイレブン。ただ初めてこれに出会うと、これで十分なのかもしれないです。昔の方が良かったっていうのはね、よくあることです。これに最初に出会えばこれが一番なのかもしれないです。昔のセブンイレブンで畳めないのみたいなねただ私が思うのにね、このシリーズはなんかすぐ終わっちゃいそうな気がします。次はどんな風になるのかね、楽しみです。今のところどんどん解約されていきます。
でもまあそんなこと言ってもね、これでも十分っちゃ十分なんですけどね、配送できますからね。トミカも止まります。ぴったりです。畳む時も簡単です。こんな感じです。まあ、本当ね、綺麗に畳みますよね。だいたいトミカの高さです。横幅も同じぐらいです。展開も早いです。というわけで今回紹介したのはセブンイレブントミカ付きでした。